はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、全処置ね、移植、骨髄移植の前にする全処置についてね、僕が経験したことをね、また生々しくお伝えしていきます。移植全処置というのはですね、抗がん剤やね、全身放射線照射、時にその免疫抑制剤とかをね、もうこう組み合わせたね、移植の前に行う治療のことです。患者さんのね、体の中に、ね、残存している、残っているがん細胞ね、白血病、悪い白血病細胞っていうのをね、できるだけこう壊滅させるためと、ドナーさんの細胞をね、こう入ってくるのをこう拒絶をせずにね、しっかり受け入れられるように、患者さんの体全身のね、免疫力を低下させるためにですね、移植の約1週間前からその移植全処置というのが行われます。ね、薬剤の種類とか量とかね、その放射線照射の照射量っていうのなどとかっていうのはね、病気の種類とか、もちろんそうですよ、造血幹細胞の、ね、こう種類とかもね、また、患者さん自身の、ね、年齢とか体の状態によってね、それが異なってくるんですよね。異なってくるんですけども、全処置というのはですね、大量の抗がん剤やね、全身放射線照射っていうのをしますので、通常の化学療法とかよりもですね、副作用でね、口内炎とか心筋障害とかね、下痢とかね、膀胱炎とかね、肝機能障害とかね、腎機能障害などがね、すごい出ることがあるんですよ。またね、一時的になんですけどね、白血球のね、数がね、極度に減少することによってね、感染がね、すごい起こりやすくなる状態になるんですよ。で、この移植全処置っていうのがね、行われる時期からね、大体普通はね、移植専用のね、病室、無菌室、クリーンルームとか言われている、個室ですわね、そこにね、入るのがね、一般的なんです。僕も入りました。また同時にですね、赤血球やね、血小板っていうのもね、少なくなってしまうのでね、これを状態だったらね、貧血に対してね、あるいは出血を抑えるためにですね、状況に合わせてその都度輸血をね、必要になってきます。そのね、移植全処置の目的というのはですね、先ほども言いましたけどね、造血幹細胞移植の前に、がん細胞をね、こうできるだけ壊滅させることとね、こう移植された造血幹細胞を速やかに患者さんの体にこう定着させることなんですよ。しかしね、移植全処置の治療のね、大量の抗がん剤とかね、全身放射線照射といったね、治療にはですね、強い副作用があってですね、患者さんがね、高齢であったり全身の状態がね、悪かったりする場合はですね、副作用にね、体が耐えられない危険性があります。っていうのが全員処置のね、全貌でございますけどもね、この最後に出てきたね、その副作用に体が耐えられない危険性がありますよっていうのが、僕のね、経験やったんちゃうかななんてね、思ってるんですよ。あれはね、ほんまにね、移植のための全処置をしている、期間にね、その起こった話なんですけどもね、治療が始まるとね、人それぞれですけどね、僕の場合はね、1週間で2種類のね、抗がん剤をこう7日間のうちにね、2種類されるその抗がん剤をやったんですよ。1個目のね、抗がん剤っていうのはね、主に口の中の粘膜にね、その副作用が出ると言われていたのでね、でそれをね、こう多少ね、抑えるためにですね、氷をね、口の中にこうコロコロ舐めながらね、含んで、冷やして、もうなんか冷たく麻痺させるぐらいな感じにして、点滴じゃない場合、抗がん剤をね、投与してもらうんですよ。で、そのね、氷はね、事前にね、いつもこのお部屋、ここじゃないですよ、そのクリーンルーム、無菌室っていうのをね、掃除しに来てくれてる、看護助手さんっていうのがいてるんですけどね、その人にお金を渡して、病院のね、1階にあるコンビニにね、行ってもらってね、アイスコーヒーの氷だけのやつあるじゃないですか、あれを買ってきてもらってね、それをね、こう、投与されている20分間でね、そのコーヒーショーっていう入れ物のね、氷をね、こう1個分こう舐め切るというね、試練があったんですよ。こうパパパパパ舐めていってね、でもこの氷をね、20分間も連続で舐め続けるってね、なかなかしたことのないですよね。大体そうじゃないですか、したことないでしょ、氷なんでね。しかも無味無臭やしね、ただただ冷たいだけのやつをね、こう舐めるって、まあまあきついですよ。
ほんでまあそれをね、まあ、後から聞いたらね、あのガリガリ君のようなねアイスでもよかったんだよっていうのを聞いたんでね、まあ当初はねそんなことも言ってもらえずにですね、その看護師さんからね、あの看護助手さんに抗がん剤の氷を買ってきてくださいって言ったらね、わかりますんでってこう言われてて、まあ、割とだからスムーズに氷っていうのはね手に入ってましたね。ほんで投与が始まって氷を舐め始めてねもうその1日目が終わって、まあその時は何ともなかったんですけどもね、あの食事もね、あの、まあ、病院食ですけども、なんとかね朝昼晩もちゃんと食べれてましたしね、あの全処置をする以前からね、その抗がん剤の影響で、まあ、ちょっとしたねあの味覚障害っていうのは出てたんですけども、まだまだちゃんとねこうあの味も感じれるほどでしたし、多分あのね1日目はまだねあの動画を撮れるぐらいのね、まだまだほんまに元気は、ね、残ってないと思います。でもね勝負はね早かったですよ、思ったよりね。あのね2日目の朝になるとですね、こう目が覚めたらねぼーっとしてるんですよ、ぼーっとね。でまあ、これまでねその移植前処置の日が来るまでにやってきたねあの抗がん剤の感じとはね、まだ全然違う感覚がね体にあってね、これね結構ね身の危険を感じたんですよ。まあね単純に強い抗がん剤をしているんで感じ方がきついだけなんですけどもね、まあ、言い方が悪いんですけども、あの周りが早いと言いますかね、なんかこのスピード感がね伝わるかどうか分かりませんけどもね、あの強いお酒をクイッと一口飲んでね、こうすぐにこう酔っ払ってしまうという感覚ぐらいの認識でね結構の回ってきたんですよ。でも前日はね何ともなかったからね、おかしいなーって思ってたらね、あのその朝食がね進まなかったんですよね。でもまあ食べなあかんからね食べるんですけどもね、まあ本音を言えばね食べたくないんですよね。まあこの状況下においてはですね、別に残したからってね怒られるわけちゃうんですけども、でもまあこんな後にね抗がん剤やるの分かってるしね、その食器を取りに来てくれる看護師さんにねチェックされて、食べてないんですかってこう聞かれるのもめんどくさかったからね、もうとりあえずその時食べたんですよ。ほんならねまだ食べた後にねもう全身的にねもう意識もねぼーっとしてきてですね、まあ、とりあえずね毎日渡されてる薬があるんでそれを飲んでみたらですね、あの軽くねうっとこうゲップが出たんですよ。まあそれがねあの全ての始まりでしてね、あの次のゲップからね吐き気に変わっていきまして、で2日目のその2種類目のねあの抗がん剤が終わってね、まだこの吐く感じまではいかなかったんですけどもね、その口の中に異変が出てきてちょっと口を開けるのがねしんどくなってきましたね。ほんで2日目を終えて3日目の朝にはですね、麦茶がねまずくて飲めなくなるというね、あの味覚障害がねすごい激しくなってきてね、あの大好きやったアイスやゼリーやチョコレートなどもねちょっとずつね受け付けなくなってきていました。そんな口の状態なのでね、あの3日目なので3日目の抗がん剤はあの1日目にやった、抗がん剤の、 あの氷を舐めるタイプのやつやからね、あの氷舐めなあかんわけなんですよ。もうそれがねきつかったんですよね。もうぼーっとしながら点滴打ってもらいながら、点滴じゃないよ、抗がん剤入れてもらいながらね氷を舐めながらですよ、まあ、これからもっと副作用かなきつくなってくるんじゃんって思いながらね、あのちゃんとね抗がん剤を入れてもらってたんです。ほんでまあその日はねそんな感じの食欲不振だけで終わってね、4日目に入ってね、多分ねその日はね抗がん剤が、まあ、両方ともお休みやった日なんですよ。3日目には休みやったかな、いやいや違う、まあ、どっちかで休みやったんですけども、とりあえず1日何もせえへん日っていうのがねあったんです。まあ何もせずというかね、抗がん剤をやらんだけであってですね、他の抗生剤とか副作用を抑える点滴っていうのはねやってましたけども、またその点滴どもがねめっちゃきつかったんですよ。その点滴どものおかげでね4日目にしてね、もう全てが激しくなってきましてね、吐き気からねもう吐くにね変わってきました。ほんでその吐く瞬間っていうのがね突然やってきたんですよ。昼過ぎぐらいにね、その日はねあのうちのお母さんとねお姉ちゃんがねやってきてくれましてね、まあ、やってきてくれましてというかね、あの面会に来てくれたんですけどもね、あの僕はこう心配かけたらあかんわと思ってね、まあ、明るい雰囲気でねこう平然を装ってたんですけども、まあ、以前よりね少しずつ変わり始めてることにこう気づき始めた2人はね、あの僕の姿を見てね最初はもう静かにしてまして、まあ、きっとねもうかける言葉が見つからなかったんでしょうね、まあ、でもこれじゃあかんわと思ってね僕はこう頑張って喋り始めたんですよ。あの冷蔵庫の麦茶飲まれへんからちょっと持って帰ってやーって、え、あんた麦茶飲んでもいいんやろ、いやええねんけどあの味の感覚がおかしくなってきてなーって、なんか飲んだら気持ち悪いねって、ちょっと話しだしたらねいきなりこの吐き気が襲ってきてね、もう1メーターもないすぐ横に備え付けられてるね便器にねベッドの上からバーって飛びついてね、もうそのままうえーってね30秒間ぐらいに吐き続けてね、あの体感時間っていうのはね実に20分ぐらいありましたけどもね、ほんでこう便器抱えながらね、あーごめんごめん副作用でなってこうね言った後にはですね、もう二人の顔はね見れませんでした。
もう二人がね、どんな顔でね、僕を見てるかとかもね、そう見たくもなかったしね、逆に僕の顔も見せるのも申し訳なかったので、という感覚のね、こう精神状態になりましたね。しばらくしたらね、まあそんな気持ちもね、まあ落ち着いたんですけどもね。ほんでまあそのお母さんと姉ちゃんが帰ってからね、まあしばらくしてまた突然の吐くがね、やってきてね、まあそっからね、夜寝るまでずっとね、便器の横に椅子を置いて、まあ、座ってね、こういつでもこう吐けるような臨戦態勢をとっといてね、携帯を見ながら YouTube を見ながらね、こう準備をしてたんです。でまあその感じにね、やっぱ眠たさには語れないんでしょうね。眠たくなったらすぐに寝ました。そしてね、まあ5日目になったらですね、1個目か2個目か、もうどっちか分からんようになりましたけどもね、まあ抗がん剤をやるわけですよ。そしたらさらにこの副作用がね、エスカレートしていてね、口内炎で口がね、もう開かなくなってきて、もちろん食事をしてても痛いし、食べたものは全部吐くし、でも毎朝のね、その熱は測ってますけども、高熱は出ないんですけども、下痢はさらに激しくなってます。まあね、そのね、吐き気もそうですけどね、下痢もね、激しくてね、これがね、間に合わなかった日もね、ありましたね。あ、トイレにね、間に合わなかった日もあったんですよ。もうあれはね、ほんまに情けなかったですね。もう初めてのことやったしね、その大人になって、まさかトイレに間に合わなくなるなんてね、思わないじゃないですか。もう目の前にあるんですよ、便器がね、そこに便器があるんですよ。でもね、もうすぐ手を伸ばせばね、そこにいてる便器がね、遠いんですよ。でもあと一歩、あと一歩歩いて、パンツを下ろして、便器に座るっていうだけのことがね、できませんでした。便器のね、横にね、ナースステーションにつながっているね、ナースコールと同じ役割のね、呼び出しっていうボタンがあってね、それがまあ一番近いからね、押すんですよ。そしたらね、そのボタンっていうのはナースコールを押したのか、トイレで呼び出しっていうのを押したのかが、ちゃんと判別されてるらしくてね、この呼び出しっていうボタンを押したんで、ほんなら割と早くね、来てくれましてね、で、僕の姿を見た看護師さんはね、ああ、ちょっとそのまま来てくださいって言ってね、漏らした時の専用のね、シーツがあってですね、本来はベッドの上に敷くものなんですけどね、それをまあまあ、その僕の便器の横に置いてる椅子にね、この、敷いてくれて、で、ズボンを脱ぐのを手伝ってもらって、もうでも足とかにね、結構ついてるからね、もうそう拭くのはね、まあ自分で拭けて、で、その後の着替えとかはなんとか自分でできました。その時もね、首とね、腕にね、4本ぐらいね、点滴が繋がってたので、めっちゃ動きづらくてね、しのかったですわ。で、まあそんなね、状態の中でね、まだまだずっと副作用が続きますのでね、それを抑える薬を飲んだり、点滴を入れてもらったりとね、ベッドとのその便器のね、往復でした。で、そんな調子でね、6日目もそんな感じが続いて、で、7日目もそんな感じが続いてっていう風な感じで、ようやくまあ終わって、で、やっとね、骨髄移植をね、迎えることになりました。といった感じがですね、僕のね、骨髄移植の全員処置でございました。まあ、体もやられながらね、同時に心もやられたという記憶がね、すごい強かったですわ。そんな感じでですね、僕が実際に経験した、移植全員処置のお話でございました。次はね、その後の骨髄移植ね、骨髄移植のお話をね、していきたいと思っております。そんな感じで、今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。